皆さん、こんにちは。亀田総合病院生殖医療科の笹澤千里と申します。前編では不妊症の原因についてご説明しましたが、中編では不妊を訴えるカップルが不妊症と診断されたらどのような治療をしていくのかをお伝えします。原因によって治療法も変わりますので、概要欄の動画リンクから前編をご覧になった上でこの動画を見ていただければと思います。それでは不妊治療についてお伝えしてまいります。まず、不妊を訴えるカップルが来院したら妊娠しにくい原因がないかどうかスクリーニング検査を行います。検査は男女ともに並行して行っていくことが大切です。原因が判明した因子については、原因に対しての治療を行っていきます。スクリーニング検査で原因が明らかになることもありますが、原因がはっきりしないことも3割程度見られます。不妊治療には大きく分けてタイミング療法、人工授精を含む一般不妊治療と体外受精、顕微授精、肺移植などを含む生殖補助医療があります。一般不妊治療と体外受精の大きな違いは、受精の場が異なること、卵子と精子が確実に出会っているかどうかを確認できるかどうかです。一般不妊治療では、通常の受精通り、女性の体の中、卵管で卵子と精子が出会います。卵子と精子が確実に出会っているかどうかは確証はなく、自然妊娠をサポートしていくような治療になります。一方、生殖補助医療では、女性の卵巣から卵子を体外に取り出し、体外で受精させる治療を含み、卵子と精子は確実に出会うことができます。一般不妊治療と比べ、身体への負担は大きくなり、高度な技術や受精卵を培養するための設備も必要となります。では、それぞれについて説明していきます。はじめに、タイミング療法です。最も妊娠しやすい時期に性交渉を持つよう指導する方法で、排卵時期が分かりにくい場合や、成功頻度が少ない場合に有効なことが多い治療となります。排卵5日前より妊娠の可能性が出てきて、2日前からその可能性が高まるため、その時期に可能であれば、複数回性交渉の機会を持ってもらいます。次に人工授精についてです。洗浄、濃縮して処理をした精液を少量の培養液とともに直接子宮の中に注入していく治療法になります。卵子と精子の出会う卵管に到達できる運動精子の数をサポートする治療になります。続いて生殖補助医療についてです。体外に卵子を取り出すため、経腟超音波で確認しながら腟の方からアプローチし、細い針を卵巣に穿刺して卵子を取り出します。これを採卵と言います。自然では通常1個しか排卵が起こりませんが、採卵を行う場合、複数の卵子が回収できる方が治療の効率が良いため、卵巣刺激を行います。そして体外で精子と受精させ、数日後に子宮内に受精卵、肺を戻していきます。精子と卵子が自然に受精しない場合、あるいは精子数が極端に少ない場合は、細い針で精子を卵子の中に注入する方法、顕微授精を行います。1回の体外受精でたくさんの受精卵が得られた場合、余剰胚を凍結し、妊娠しなかった場合や、次の子供を望む場合に戻す凍結肺移植という方法もあります。このように不妊治療といっても様々な治療法があり、今お悩みの方にはどれが適しているのか、体力的な不安もあるかと思いますが、身体への負担が少ない治療から開始し、年齢や不妊期間を考慮し、治療のステップアップを検討していきますので、まずは LINE していただき、お気軽にご相談くださいね。以上が不妊症の治療法についてのお話でした。次回の動画では、将来妊娠を望む方々のためのヘルスケアについてお伝えしていきます。ご視聴ありがとうございました。